Today is the coordinator. My name is Hidetoshi Nishimura, the president of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. My work is a timekeeper. We have 90 minutes. And the first 40 minutes, the, our best for presentation. You can the, get the clear, insightful opinion, mobility revolution. And future transportation for the circular economy. Uh, in this session, the, uh, we would like to discuss the revolution of the vehicle, such as electrification, mobility as a service, and the development of the materials for circular solutions. We will invite two keynote speakers and the next to move on to the panel discussion, totally four great panelists from private sector. Firstly, we would like to invite Mr. Shizu Abe from Toyota, the Executive General Manager, Toyota. Please, Mr. Abe, please. Who are yours? And presentation will be done in Japanese to using the, the, the Translating machine. You have, everybody has? So please deliver somebody. Please. Wait a minute. Okay, everybody has? Best presentation from Toyota. ready。オッケー。OK ケー、オッケー。安倍さん。皆さん、こんにちは。ちはトヨタ自動車の安倍でございます。のこの度は、このような貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。本日は。 トヨタの電動化戦略につきまして、お話をさせていただきます。自動車業界が社会やお客様から求められるものは、近年大きく変化しておりまして、車は100年に一度の大改革の時代を迎えております。トヨタはこの大きな変化をチャンスと捉えております。 お客様にこれまで考えもつ,なつかなかった新たな価値を提供し、そして事業を拡大していく絶好の機会として、これまでのもっといい車作りに加えて、電動化、情報化、知能化に戦略的に経営をシフトしてまいります。本日はその中でも、電動化に着目して、 具体的な戦略をお話しさせていただきます。車の電動化は低酸素社会の実現には欠かせません。トヨタはこれまで以上に低炭素社会の実現に向けた電動車の展開に力を注いでまいります。この電動化への取り組みは 2015年10月に公表いたしました、トヨタ環境チャレンジ2050のチャレンジ1、新車 CO2 ゼ,ゼロチャレンジに向けた取り組みでもあります。まずは、トヨタのこれまでの取り組みについてご説明いたします。幅広いお客様をターゲット,しましターゲットとしました、 最終車として電動車市場を切り開いてきた車がこのプリウスですプリウスは車の電動化または技術革新を通して今日まで燃費改善を実現してまいりましたプリウスに代表されるハイブリッド技術の進化を武器に トヨタはこれまで様々な車種にハイブリッド技術を展開し、現時点で累計で1200万台のハイブリッド車を市場に展開してまいりました。そのハイブリッド展開によります削減 CO2 は累計で約9000万トンにも及びます。ここからは 電動車の将来今後についいてお話をいたします環境者を真に普及させるためには、この表の3つの条件が必要と考えます。1つは、社会ニーズに対応できる環境性能、そして2つ目は、ユーザーがお買いになるメリットのある車、つまりユーザー目線でもっといい車であること。 実はマーケット的にはここが一番重要な指標になります。そして3つ目は、それを生産し、販売する事業が継続的に成立するかどうかという観点。その中で、ハイブリッドは当面、これらの3つの要素を満たしつつあります。しかし、ハイブリッドの環境性能はいずれ社会のニーズを満たせなくなります。 そのために、プラグインハイブリッド、バッテリー EV、FCEV のような次世代の環境車の展開が今後必要となってまいります。では、これらの次世代の電動車の普及のための条件というのは、満たされていますでしょうか。次世代の電,電動車にはコスト、 充電の利便性、巡航距離などのネガティブな課題がまだまだ残ってございます。特にバッテリー EV は、この絵のように、1台でハイブリッドの50倍の電池材料を搭載する必要がございます。これがハイブリッドに対して、電池のコストがより大きな課題になる。 根本原因ですそのために、電池技術のさらなる進化のスピードを最大化するということが必要になりますが、そのためには、メーカー、大学、研究所の開発の枠組みを拡大するということだけでなく、グローバルに電池の規格の統一化を進めていくなど、 そういいった取り組みが必要と考えていますまた、この場の主題であります、社会システムによって資源循環をさせて、電池の価値を高め、再利用していくというようなことも必要になります。グローバルに有効な電池を開発・生産し、さらなる電動車の普及に貢献していきたいと思っております。ここでは、電動車の充電の利便性について考えます。 左の図は、充電の出力と充電時間の関係を示しますが、例えば350キロワットと言われます、その超急速充電でも、プリウスクラスの電気自動車を充電するのに23分、これはほぼガソリン車の10倍の時間というふうに考えることができます。そして、時間がかかるだけでなく、 充電をしたときのエネルギー効率は約70%まで落ちるため、充電のときにすでに30%のエネルギーを捨ててしまうというようなエネルギーの問題も抱えてございます。これらのことから、電動車におけるエネルギー充電のシステムというのは、これまで皆さんがお使いのガソリンや軽油の場合と、 考え方を変えなくてはいけないということが考えつきます充電のインフラについての考察をしたいと思います充電インフラのあり方を考えるために我々はこちらのビッグデータを活用いたしましたこのデータは北米におけるプラグインプリウス2000台5年間の車の挙動データで 車両の電池搭載量や充電器の性能を変えた場合に、充電の過不足がどうなるのかというようなことを一台一台計算することができます。図の赤点は、お客さんは一台の車、走っている車、もしくは止まっている車です。この計算結果を一つお示しします。こちらがその結果の一部です。まず 皆さんが使われるように、家か職場,職場など、主たる停車場所、こちらで急速充電ではなく、普通充電だけをする場合に、充電切れの可能性が先ほどの5年間で、1台でも1回でもあるのかないのかということを計算したのがこちらです。横軸は車のスペックで EV 距離、右に行くほど電池の搭載量が多い車になります。そして縦軸は 電池切れれののない状態で5年間走り切れる車の割合を示します非常に割合が少ないように見えますが、北米のような長距離を多用する市場でも、300マイルの電池を積んだ車で家で充電するだけで、実は20%のお客様は5年間で一度も電池切れなく使うことができるという見方もできます。そしてさらに その電池切れの頻度というのを見てみますと、なんと60%のお客様は、年に1度以下の電池切れしか経験しません、これは何を意味するかというふうに考えますと、やはり充電インフラというのは、皆様がお使いのようなあ、長く車を止める家とか職場で、まず、 普通充電のインフラでしっかり充電すること、そして一年に1回程度の電結を防ぐために必要最小限の外部インフラ、急速充電器というのを効果的に置くということが合理的であるということをこのデータは示しているというふうに私は考えています。さらには今後、コネクティッドの技術の開発によって お客様がより安心して電池切れのないように車を使えるような社会を作ることはより簡易になっていくというふうに考えてございますこのような考察を地域ごとにその地域にあった充電インフロはどのようなものかということを考えながら社会のシステムを作っていくことが必要というふうに考えてございます さて、ここまで、電動車の現在、お客様が抱えておられます課題というのを最小化するという話をしてまいりました。ただ、課題というのはいつまでも課題、つまりネガティブな要素はいつまでもネガティブで、じゃあそのネガティブな要素をミニマイズしただけでお客様は電動車を選んでくださるでしょうか。答えは、私はノーだと思います。つまり お客様にとって、現在皆様が使っておられる車よりもっといい車、この車に変えてよかったと思える様子をいかに作り出すかということが、われわれの使命だというふうに考えます。そういった考えでから、2つの方向性というのを今、模索しています。 充電を自動化するつまりエネルギー充填という観点からは、今までのガソリン車より便利に、ユーザーに全く気づくことすらさせないというエネルギー充填の仕組みを作るという一つの方向性、そしてもう一つは、電動車特有の加速レスポンスの良さというのをお客様に味わってもらう、この二つの方向性というのを重視してまいりたいと思っています。 こちらが自動充電を可能にする非接触充電システムの絵になりますが、すでに開発はほぼほぼ終わっております。これから国際基準を作り、そして市場に導入していきつつ、お客様がガソリン車よりも便利なエネルギー充電ができるようになったと思っていただけるようなシステムにしていきたいというふうに考えてございます。 また、電動車のもう一つの訴求ポイントは、電動車ならではの加速の良さです。私自身、トヨタのルマンやスーパー GT に、このようなハイブリッド車、電動車の車でレースに臨んでおりますが、我々はこういった実践の場で、電動車の走りのアジリティを磨き、 量産車の商品力アップに今後つなげてまいります。これまで環境者の技術的課題を中心にお話をしてまいりましたが、CO2 低減のためには、車だけではなく、発電時の CO2 を考慮する必要があります。発電時の CO2 は、このグラフのように、地域あるいは時期によって、 様々な値を取りますこちらのグラフは、今の発電の CO2 を考慮した場合の、それぞれの電動車の CO2 低減効果を地域別に見たものです。このように、例えばインド、北米、えー、こちらは日本ですかね。 あカナダですね北米カナダ、この3つの地域を比べただけでも、各々の,の電動車の CO2 低減効果はこのように異なります。つまり、CO2 のためにということだけをとっても、最適な電動車というのは、地域や時期によって違うということが非常に大事なポイントです。さらに、 地域ごとに電動車を導入する、あるいは展開する目的というのも、さまざまな政治的な理由も含めて、CO2 の低減に限りません。例えば、資源リスクの対応、産業を振興させるためというようないろいろな理由がございます。そこで我々も、それぞれの地域に、それぞれの地域の皆様の目的に合った電動車を、 いいかかかににタイムリーに根付かせていくのかということを考える必要があり、その電動車を効率的に開発し、展開していく必要がございます。そこで我々が考えておりますのが、プリウスに代表されますハイブリッド技術をコア技術として、すべての環境者の共通技術として育て、そしてその技術を使って、 タイムリーに、早くさまざまな環境者を最適な地域に展開していくことを考えてございます。これが、それがこの絵です。例えば、ハイブリッドにチャージングのシステムを加えれば、プラグインハイブリッドになります。プラグインハイブリッドからエンジンを取り除けばバッテリー EV、そしてエンジンをフエルセルに置き換えれば、フエルセル EV というような、 そういう展開のしやすさというのを考えながら、われわれは環境者の展開を考えてまいります。次に、どんな車を、どのような電動車に置き換えていくのかということを考えてまいります。これまでのトヨタの電動車戦略は、こちらのように、巡航距離の短い車が PYEV、そして巡航距離の長い車に FCV というようなすみ分けを技術的観点から実は考えてまいりましたがこれは一言で言いますと我々技術者のある意味おごりであると気づきましたつまりお客様はどのような車をどのような用途で使うかというのはこれからお話のあるマーズも含めてさまざまな用途さまざまなニーズに対応していくということを考えておられます われわれもそういった多岐にわたるお客様のニーズに応えるべく、これまでの考え方を変え、EV も SCV もさまざまな車に、さまざまな用途にお客様の望む商品として対応できるような構えを作ってまいります。一方で、電動車の普及に伴って、将来的に3つの社会課題が顕在すると考えております。一つ目は 電動車は電池やモーターにレアメタル、レアアースなどの希少金属が使われているため、これを安定的に供給することが必要です。二つ目は、使用済みの電動車から出てくる廃電池の有効活用です。今後、トヨタだけでも毎年、満単位で廃電池が増加する見込みです。廃電池の中にはそのままでは電動車に適さなくな,な,なっても、 蓄電池として他の用途に使えるものが多数存在します。これを無駄にすることなく、徹底的に使うことが必要です。また三つ目は、廃車・廃電池の適正処理です。解体時に感電とか、あるいは環境汚染などを防止するため、適正な処理を行う体制を作ることは、皆様、お客様にとっても大変重要なことです。トヨタは、 循環型社会低酸、低炭素社会の構築に向けて、さまざまな取り組みを行っておりますが、本日はその中でも、電動車の配電池をキーコンポーネンツとして、徹底的に活用して、循環型社会、低炭素社会の基盤づくりに貢献し、先ほど申し上げた3つの社会課題に対応する取り組みについて、少しご紹介いたします。 この取り組みは、2015年に公表しましたトヨタ環境チャレンジ2050のチャレンジ5の循環型社会システム構築チャレンジの一つでもあり、またチャレンジ2のライフサイクル CO2 ゼロチャレンジにもつながるものと考えております。まず循環型社会への取り組みとしましては、1997年の初代プリウスの 発売以来、全国各地から廃電池を回収するネットワークを構築しております。これまでに10万台以上の廃電池を回収してまいりました。このネットワークの中で、解体事業者や販売店様には、車種ごとに廃電池の適正処理関連マニュアルをホームページ等で提供しており、廃電池の安全な取り外しと回収を実現しております。 そして回収した廃電池は、精密な検査をした上で、再組み立てをして車に使ったり、他産業に使うということ、また、再利用に適さないものはリサイクルに回し、金属材料として再循環させております。次に、廃電池による低炭素社会への貢献としては、蓄電用途で、 再活用すする取りり組みを考えておりますこのスライドにありますように、大規模なものから小規模なものまで、再生可能エネルギーなどの発電の変動等に対応するため、ハイバッテリーを用いた低地用蓄電池システムを利用する実証を進めております。現在は、ニッケル水素電池を用いた実証を進めておりますが、2030年頃から、 急激に増加が予想されます、ハイリチウムイオン電池の活用も検討していく予定でございます。本日ご説明した取り組みをさらに発展していくためには、リサイクル事業者様、エネルギーインフラ事業者様、また国や地方自治体などのステークホルダー様との協業だけでなく、自動車メーカー、他メーカーとも、 個別に取り組むのではなく、連携して、社会システムとして取り組んでいくということが必要になると考えてございます。最後に、こちらはトヨタが昨年末に発表しました、電動車展開の目標です。2030年では、ハイブリッド PHV が450万台、バッテリー EV、f c v が100万台を、 目標にしておりますその先の2050年では、ほぼすべての車を電動車に変えていくという目標を掲げております。社会のニーズにお応えしつつ、お客様に安心して選んでいける、いただける電動車になるよう、これからも産・学・官一体となって、努力してまいりたいと思います。ごご清聴ありがとうございました Very impressive, insightful presentation. Later we can discuss more deeply. Now next, uh, I'd like to uh, invite the uh, Mr. Uh, 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 Sumiyo Tanaka, Group Manager, SoftBank. The uh, the presentation title is a pilot project of an EV. サブスクのパブリック・トランスポーテーション・システム・イン・フィリピン <Yeah. S 3> <Thank you. S 2> ソフトバンク株式会社、モビリティ・サービス推進室の田中と申します。本日はプレゼンテーションの時間をいただきまして、ありがとうございました。私からは、今、われわれがフィリピンで進めております、人気事業者を活用した交通サービスの実証事業について、ご紹介させていただきたいと思います。 この事業は日本の NEDO という国の組織からの支援をいただいてまして、モビリティアザーシステム実証事業という名前で実施されております。まず背景からご説明させていただきたいんですけれども、こういった風景はよく東南アジア、フィリピンはじめ東南アジアでは結構一般的な状況だと思います。慢性的な交通渋滞ですとか えーまあ、の乗り物を待つために、えー、待つ長い行待ち行列違いです、また、旧滞以前とした、まあ、ジープニーやトライシクルといった、えー、古い乗り物ですね、まあ、そういったものがあの走っており、えーまあ、騒音ですとか、排気ガスをまき散らしているといったような状況が一般的だと思います、かつ、えーまあ、交通自身も、えー、特にコントロールはされてなく、基本、まあ、カオスで運用しているといった状況が一般的だと認識しております。 そういった状況に対しまして、電気自動車を使って、規律のある交通を入れてみようということを思うに至りまして、それを実現することによって、冒頭で申し上げたような課題に対する多少なると問題解決につながるんじゃないかというようなふに思いまして、実証事業をスタートしました。 フィリピンも電気自動車に関して非常に前受け入れに前向きだということも背景としてありまして実証事業をスタートすることになりましたで、まあ、始めるにあたってセグメントを設定しようというふうに思いました時に交通といっても非常に幅が広いセグメントですのでまず我々が着目したところはここにありますようなショートディスタンスマストランジットってあるように まあ近距離のかつ大量輸送というセグメントをまず着目しました円、まあの真ん中にありますような電車とかバスといったようなところに関してはいろんなところがえまあチャレンジをしている領域でありますけれども意外に混雑しているけれどもあまりこう手つかずの領域というのがこのラストマイルの交通だと思ってましてこういった領域を着目しました、まあ、具体的なあのイメージで言いますとあのスマートシティの中でのいきなり交通ですとか もしくは駅周辺での交通も、もしくは観光地の中での域内交通と、そういったものがあのそのラストマイル交通というようなイメージで考えております。で、今回、実証の場所として具体的に選んだ場所というのは、フィリピン・マニラにあります、マニラの中でも非常に古い地域の中の一つでして、イントラモロスという城壁に囲まれた町があります。16世紀に建てられた町だと聞いてまして、この場所を、 実証の場所としして選びましたな,なぜ選んだかと言いますと、この町は政府機関やオフィスがあるようなビジネスの町でもあり、かつ大学もたくさんある文教の町でもあり、かつ観光地でもあるという形で、フィリピンのいろんな要素が凝縮されている町だということが理由としてあります。この町で実証を行っていました。でこの町の中に50代の小型の電気自動車を 活用させていただいて、IT で制御された定期運行型の交通サービスを実施してまいりました。でこの域内自身は、まあ、先ほど冒頭にあったようなトライシクルとかジープニーというような旧体前としての乗り物はもともとシャットアウトされて乗り入れが禁止されておりまして、またかつあの自家用車に関しましても乗り入れた車は原則駐車場に停めていただいて、 中を移動するには歩くかもしくはこの乗り物に乗っていただくというような運用にしていただいております。具体的にちょっとその運用している様子をちょビデオでお見せしたいと思います。ビデオよろしくお願いします。運行のオペレーターですね。バス会社的な会社さんのマネージャーはあの一応そのスケジュールを作るところから始まります。 今回はちょっと従業員として雇っているドライバーを,あのを使って動かしているという前提ですので、えー、スケジュールをあのシステムで生成し、まあ、そのあのスケジュールを、まあ、ドライバーが運行していくときにです、ねえー、前にスマホから出ますけど、スマホに1日のスケジュールが流れていまして、ドライバーはあの自分の今からスケジュールを選択して、車にチェックインして運行すると。 で黄色とか青というのは車の車間をあの均等に保つためにスピードの調整をしてましてその指示が、まあ、ドライバーにも出ていきますとで今回基本その定期運行ですけども、まあ、結構フィリピンでは一般的な現金のドライバーとの現金の受け出しのを基本的にやめていただいてえ、まあ、チケットを購入していただくもしくはスマホであのチケットとして使っていただいて乗っていただくと。 でまあ、スマホのチケットで、まあ、電子的にちゃんとデータを取っていつ誰がどこに乗ったかという情報も取得して、まあ、車の中ではあの、まあ、バス停の案内ですとか、まあ、広告を表示するといった形のものを実現しております基本その定期運行型でたくさんあの人を乗せてあの場所に運ぶんですけれどもオフピークの稼働が下がった時には、えー、こういうオンデマンドのサービスも提供しておりまして ユーザーの利便性を向上し、かつ、あの交通事業者さんの収益,収益向上にも貢献することを今、実施しておりますで得られたデータは集計できるようになってまして、実績,に実績と、よって言うと実績がいろんな複数のデータで参照できるようになってまして、 誰がどこに乗ったかといった状態も情報も確認することができていますでドライバーは回回ひと仕事終わると、まあ、帰ってきまして仕事のタスクの終了の報告をして一応ひと仕事終わるでまで、あ、充電をしていただくとでまあ一応認証をして 許可されたドライバーのみが充電できるような話にしていますで、まあ、車のメンテナンスという感じでドライバーにもチェックをしてもらってましてもし不具合があった場合はタブレットで、ね、入力していただいて、まあ、写真付きのデータを含めて入れていただいてこのデータを管理するとこれが、まあ、あの車のメーカーさんとも共有されて、まあ、メンテナンスの方が飛んでくるとそういった運用をさせていただいてますであの、まあ、いくつかその特徴をあの 振り返りたいと思うんですけれども、2つ挙げてまして、1つ目は、えーまああの、線路がない電車モデルという言い方をしていますけれども、えーまあ、フィリピンではどこでもかしこでも乗り降りすることが一般的なんですけれども、それが渋滞の原因にもなりますので、えー、今回は、えーまあ、EV ストップ、バス停的なところでのみ乗り降りしてくださいねというようなお願いをしています。その代わり、2、3分待てば必ず乗れるような状態にしますよということも一方で言っています。 それを実現するためにですね、車の,その車間を均等に保つようなアレンジをしたりですとか、もしくは移動需要に合わせて、車の配の車の量を増減させたりしてですね、ちゃんとその2、3分待てば必ず乗れるといったことを、我々われの IT がサポートして実現しております。また、柔軟な交通サービスを実現しているということも特徴かなと思ってまして、 えまあ一つのまあ車がですねえ例えばピーク時はまああのあの密度高く走って電車のように運用したりとかそれによって大量輸送を叶えたりとかえある時間帯はバスのように運行するとかもしくはタクシーのように運行するといった形でまあ一つの車が複数の役割を担って運行しえあの乗客にはあの利便性を提供し運行事業者さんにはえ稼働率を上げてまあ収益向上につなげると。 そういったことを実現してまいりました。結果としまして、便利な交通サービスを提供することによって、移動需要が増加するといったことも見ることができましたし、結果として、現地に仕事の機会も与えるといったこともできるようになりました。また、IT 化された1台の電気自動車によって、運用の効率が上がりますと、 少なくとも既存の従来型の車の仕事量3台分以上の仕事はこの1台プラスこの IT 化された車で実現できるようにもなりましたこういった成果も踏まえてこんな交通サービスになり得るんじゃないかといったものを最後にビデオにまとめましたので最後に見ていただけたらと思いますビデオよろしくお願いしますチャレンジス for c o m p a c Traffic congestion, air pollution, and noise caused by the large number of privately owned automobiles. Public transportation is an option to solve this issue, but trains require significant time and is costly to implement, and efficiency cannot be expected with bus service. In order to tackle this, we developed a new transportation system called BRT the most important feature of prt is the use of electric vehicles optimized to meet different traffic demands for example during rush hours several connected vehicles run providing mass transit while reducing waiting time for passengers during off-peak time prt is operated with a reduced number of the vehicles this contributes to saving energy and operating cost Additionally, during off peak time, individual vehicles can be used like a taxi. Out of use vehicles can be booked through a smartphone application. With this, convenience is brought to people and profit is provided to the transportation business. The key to efficient operation of this system is held in the intelligence of the vehicles. It is called Smart Mobility Operation Cloud. This cloud system is continuously connected to devices installed in each of the vehicles. Real time traffic data, such as vehicle location and the number of passengers, is collected. Based on this information, the most suitable instructions are sent to the drivers, which optimizes the flow of people, producing a highly efficient transport network. Lastly, let's review the benefits which PRT brings to new compact cities. Firstly, a low cost and short implementation period. Secondly, improving mobility convenience inside the city. Thirdly, Reducing traffic congestion, air pollution and noise in the city. As a result, PRT makes it possible to increase the value of the city. Please consider PRT for the development of your cities and your business. Interesting, and uh, we'd like to to move on the discussion part. So the the uh, each of the panelists, please uh, join, oh, please come, and to start the panel discussion. Okay. So the uh, before start the, uh, the panel discussion. We would like to have a short introductory presentation from two panelists. We would like to invite Ms Hutara Jenks from Mass Global, please. Hi everyone, um, as said, I'm Christopher Toljenks from Mars Global. Um, let's get this started. Hands up, how many of you own a car? I've been asking that same question for quite a few years. I've yet to come across an audience that the minimum amount of them uh, get their hand up. But I'm asking this because it's really at the heart of what the company that I work for, Mars Global, is aiming to do and there's two different reasons why is really, it, it really is at the heart of it and why i'm actually uh, brave enough to pose this question even with some major car manufacturing companies in the same panel um, it's really if you're looking at it from an economical point of view from a business point of view where is the biggest chunk of people's money going in transport and in mobility well it's buying, owning, operating, maintaining young old car. and that particular market is massive. but at the same time, if we're looking at why we're all here for the circular economy forum, it's really because that particular thing, that thing that has provided us so much, the privately owned vehicles happen to also be one of the major reasons for emission for congestion. So we need to come up with something. And basically what we need to come up with is not to tell people that what horrible people they are because they're using their cars. What we need to become we need to come out with a better, more attractive, sexier alternative than using just your car. And that's really what our company is trying to do and has started to do already. And it's really taking everything that is already there. We're not competing, we're not trying to cannibalize from anybody in the sector already, but we're working together and creating access. So, for example, public transport will always work as the backbone of our services, but it will take each and every single access or uh, service on the ground and just create it as an experience. That the end users want to choose for. And so let's take a look where we are at the moment. The WIM app makes going places easier than ever. A monthly fee covers all your journeys, with everything from buses, trains, taxis, brand new cars, bikes, and more. WIM takes away the hassle of traveling, it has it all planning, routing, and tickets you can create a monthly plan to match your needs or just pay as you go so how do you travel with wim it's simple enter your destination and wim combines the best transport options to take you door-to-door -door. it tells you when it's time to go and shows your moves on the map wim is as spontaneous as you are on sunny days you can jump on a city bike for a short trip and when you need a car wim helps you get behind the wheel and on the road whether it's for a few days or a few hours. Fancy a film at the last minute? Grab a cab on a whim. All you need to do is press one button, follow your approaching taxi on the map, and when it arrives, just hop in and enjoy the ride. Since its launch in 2017, WIM has already helped users travel smarter on over 1.5 million trips. Soon, you'll even be able to use WIM for journeys between different cities. And different countries. WIM is already live in Helsinki, Birmingham, and Antwerp, with many more locations to follow soon. Are you ready to go on a whim? And here we go our business model. Um, and this is the business model that really taps into that there's not only money to be made for us, but there's also money to be made, for example, for the car manufacturers. As I said, the currently, the expenditure is very much concentrated on owning your own vehicle. But we can make that whole market bigger for everybody who's there to make money, but also function in a far more ecological and efficient way if we create and open the access to everybody. So, where we are at the moment, that we are the first ones in the world that have. Packaged and are, um, are offering monthly subscriptions for people. So, in an easy, hassle free way you can gain access to all of your transport needs. We have everything included routing, booking, payments. Um, but this is only the beginning. This is us only taking the first steps. And where we really want to go is somewhere where you're not even thinking about the different modes that you're taking. But basically, that we guarantee you a service level, we guarantee you that we'll get you there. And already now, we can see that our users are the heavy lifters, the heavy users of public transport. They are also the heavy users of of car um, of bikes. But at the same time, you need the car option there. You need to have, for example, taxis to cover. All of your needs when public transport isn't in place, and so we've been uh, operational now in Helsinki for less than a year, but already ha we already have sixty thousand active users, out of which a very good proportion are monthly subscribers. We're actually even this number because we keep racking up at an increasingly high pace. We're just about to hit two million. Um, and as I said, already we can see that we are moving people more towards public transport. We are moving people more towards bikes. Because the environmental choices also make good business for us. Now if I can offer all of you that, I do wonder how many of you would be raising your hand the next time I ask the same question, and how many of you would gladly get rid of the hassle of owning your own car. Thank you. Thank you very much. And uh, next, uh, the next short presentation from Mr. Uh, Suzuki Hideo Suzuki, uh, Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation. Uh, the presentation title is "Resource Efficient Car Manufacturing: Closed Loop Recycling of Iron." Mr. Suzuki, please. Uh, thank you very much, Nishimura-san, and good afternoon, everybody. Well, uh, I thought i produced use the paper in English. So, well, uh, finally, I believe that this uh, conference is uh, uh, circular economy. So, the last speaker will give you some hint of circular economy on automobiles. And well, probably we can discuss later on how these new, uh, fascinating, uh, new world of mobility will change this or not change. So, first, I'd like to start with. Uh, well, you can see already in the world there are uh, 95 million uh, automobiles produced every year, and more than 70% of the weight of automobiles is consisting of steel. But you can understand uh, plastics are used for making automobiles, and other metals like aluminum is used for making automobiles and also uh, rubber are uh, also used. and the important aspect of uh, producing this huge amount of cars is there are four points i pointed out. one, first one is low environmental impact. second is lightweight and high efficiency. and the third one is high recyclability after the end of life. and fourth is low environmental impact in total life cycle. I just like to compare with three major components or materials used for cars steel, aluminum, and carbon fiber, which is now under uh, research. And you can easily see that in terms of production, uh, CO2 emissions still emit the most uh, carbon dioxide. Uh, however, when we start thinking of recycling, uh, circular economy, the steel is the most. Uh, Preferable uh, materials. Uh, so, uh, here is uh, in terms of we have to con uh, assess the life cycle assessment in the method of comprehensive evaluation of environmental impacts. Uh, in this sense, still is environmentally friendly in life cycle and in recyclability. Uh, let's uh, uh, just see uh, the next chart. Well, when we think of in Japan, the this is the uh, end life of metals, about 94% of uh, metals are already, already recycled, and uh, steel is uh, full, almost fully recycled. The difficulties of uh, recycling of uh, aluminum is that uh, when we uh, melt the uh, steels and, and aluminum. Uh, in, in case of steels, we can just uh, take out the impurities uh, which is in included in the uh, uh, used uh, steels. but in the case of aluminum, it's very difficult to take out those impurities. Uh, therefore, uh, steel can be Recycles in the closed-loop recycling system. However, other materials uh, is uh, uh, come into the open-loop recycling, which means that there might be a cascade recycling or a thermal recycling, and in the end, some of the uh, waste will be uh, put into the uh, land pit. Well, and also we, the, in the steel making process. We not only recycling uh, steels, but we also recycle waste tires and also waste plastics. We recycle all uh, waste tires in Japan, and also we recycle a chemical with chemical processing uh, about one third of waste plastics collected in Japan, except for PET bottles. And in the process of steel making, we also recycle uh, byproduct gas uh, by hundred percent recycling. And also, we recycle heat uh, about 76 percent. And also, we recycle water. Recycle water uh, almost 100 percent because it says 90 uh, percent, but 10 percent will be evaporated. So we cannot uh, retrieve those uh, water. So, in a sense, uh, in the process of steel making and also in dealing with the automobile uh, manufacturing and life cycle assessment, the steel uh, mills and steel company is a kind of a champion of recycling or circular economy now so in summary environmental impact in total life cycle is very important and for circular economy improving recyclability and recovery rate is more important than increasing the use of recycled contents in production in multi-material automobiles recycling friendly design accelerates circular economy so still is closing the loop for the circular economy and I believe that still is sustainable metal choice for automobiles now and the future. Thank you very much. Thank you very much. Uh, we have, we have, uh, 30 minutes more. So we start the discussion. Before the discussion, I'd like to have. Some big question to all panelists. Based on our uh, panelists' excellent presentation, we are going to discuss a revolution. What is a revolution? First, my question. The mass the global, the very Important to proposal is what is ownership of car in the context of circular economy. Their problem comes from over supply to the small demand or unexpected demand. That is the paradigm of twentieth centuries and also early 21st centuries. But Softbank and Mass Global proposed their ownership to service. That means the service provider create the necessary supply not over supply but now everybody has its own car what is happening what is happening of manufacturing of automobile that is a very important question to toyota that is one big question the other question is EV does not mean eco-friendly. You know, I participated yesterday, the LNG consumer suppliers uh, meeting in Nagoya. I had a keynote presentation. The in 2040, the electricity demand will be doubled. From based on 2020. But nearly half the increase of electricity is based on coal, not renewable. Coal, that's the reality. What is electricity? Good electricity, but electricity, I don't know. But reality coal, nuclear natural gas that is 80% mm. renewable 20% so how to evaluate electric vehicle supported by coal that what is happening in this reality by the breakthrough of toyota's technology was manufacturing the people's technology. and the third question is pertaining to circular economy. mr. suzuki's presentation, steel is powerful. nearly 100% recycled in the human being history of the last 2,000 two years. but now this kind of the excellent material is challenging by the, the new reinforced plastic or that kind of the new materials. so in the context of the circular economy, Circular society. What is the future vision of the, that kind of the material superpower companies? That is my fundamental big question to each four panels people. Before. before that, more detailed question we are planning, but we have no time. So, based on that kind of the, the fundamental question. Any answer might be possible, please reiterate its own policy and if possible, I'd like to get some more information pertaining to, Toyota, to the hy uh, hydrogen, the future of hydrogen, whether uh, further to mass global, how to uh, best use of the big data. And mass does not say EV. Any transportation is under their idea. And also to Softbank, I'd like to the, the future, the direction under the Automate, automated transportation system. That is a kind of the different railway or not only the urban area, but also truck caravan, 24 hours automatic the truck driving under the satellite uh, technology that is also closely involved with Toyota.

まずあの今日のプレゼンの中にも、まあ、車がその所有からサービスへ、まあ、そういうお話がありましたけど我々トヨタ自動車も今後そのようなモビリティの変革というのは、まあ、大きく起こるというふうに考えてございますでその中でそれを実現するためにやはり今まで我々は車は基本的には 人と物をある加速度で運ぶ文明の力という考え方でそれぞれの部品を我々の中で手の内化をして車としてとにかくそれを生産していくということに注力してまいりましたが最近あのうちの社長も含めてですね会社の方向性としてはモビリティ会社になるんだということを宣言しておりますがそれはどういった意味合いかと言いますとまさに今日議論にあったような 車だけに閉じた話ではなくて車をサービスとしてどのような社会のインフラと連成させながらそのユーザーの皆様をより快適に楽しい生活をしていただく運命乗り機に変えていくかということだと思いますそのためには単純にエンジンがパワーを出したりモーターがパワーを出したりその効率を上げるだけではなくてやはりその,エネルその社会システムとつなげるために そのコネクティド技術をもうフルに活用しながらそして自動運転化技術等もフルに活用しながらより安全にさまざまなサービスを快適に実現できるような技術開発というのが必要これは全く今までの開発のスキームでは実現しえなかったことですなのであの今日も私の硬いあの頭でかちな話の後にですねソフトバンクの方から本当に あの柔軟な将来のモビリティの世界を示されるような実証試験の話がございました我々も先日の話にございますようにソフトバンク様ともぜ,ぜひお知恵を借りてですね、まあ、これからのモビリティを作っていくためには頭でっかちなとにかくハード中心ハードの性能をただ上げていくということではなくて社会システムとして車をいかに活用していくかという視点に えー、矛先を変えてですね何日夜努力していく必要があるというふうに考えておりますそれが我々にとっての大きな変化だというふうに考えてございますそれが2つ目の質問であのまあ本当に EV はエコなのかというお話でしたがこれは私のプレゼンの中で一つの答えは示しお示しできたと思いますそれはつまり例えば電気をどのように作るかというのは時期や地域によってそれぞれまちまちで。 電気を使えば本当にクリーンになるスウェーデン、ノルウェーノルウェーでですね、特にそうです、ね、ノルウェーのような国はそうですが今の中国のようにそのまま電動化しただけではまだまだ CO2 の問題等は解決できないというような国もあるでそれに対してはやはりエネルギーをどうやって作っていくかということをあの研究も重ねながらブレークスルーしていくということが必要だと思います。 でこれに絡めますと、実は先ほど水素をどうするんだという話がありましたが水素というのもえまあ水素自体を利用する時点ではクリーンなんですけども水素をどう作るかということが電気をどう作るかというのに同じぐらいまだまだ大きな課題を持ってございましてですからそういった課題をまあ例えばまあ太陽光をうまく使って砂漠で太陽光エネルギーをうまく使って例えば水素のようなものをうまく作って 電気を運ぶよりもより科学的に安定したものに変えて例えば運ぶというような研究もされてますしそういったさまざまな科学のブレックスルーができれば将来は水素社会になる可能性もございますし電気をうまく使っていくという可能性もございますですのでトヨタ全ての可能性を睨んだ上でそのいろいろなエネルギーをマルチに使いこなせる技術として実は ハイブリッドということがまさにそうなんですね。ハイブリッド技術というのは複数のパワープラント、パワーを、えー、マネージメントしながら使うという技術でございます。これは未来英語をおそらく生きていく技術ではないかというふうに考えてございますので、我々はこれを世の中にどうやって広めていくかということは、今の時点ではまず注力したいというふうに考えてございます。以上です。ありがとうございました。Thank you very much.NEXT,Mr.Tanaka, please. えー、私の日本語で失礼させていただきます。えっと、まず一つ目の質問の、まあ、所有から利用へということで、えー、マースがどう発展するかという観点ですけれども、まあ、あの私の、まあ、今,今、プロジェクトを通した経験という観点でちょっとお話しさせていただきたいと思います。まあ、今,の今回のプロジェクトを通じて、まあ、フィリピンに足しげく行かせていただく機会を得まして、かつまあ周辺の ASEAN アア地域にもいろいろとあの視察に行きまして、 結果とした感想としましては、慢性的にまあ渋滞をしている環境で、た,たまに高い建物に登ってみたりするときもありますけれども、やっぱなかなか道路そのものがなかなかあの面積が足りてないんじゃないかなというようなあのふうに思う部分もありまして、実際に走ってる車のスペースを上手にあの生かして、乗り合って効率的に移動していくと。 いったようなものは、も、えー、しどこ必然的にあの必要なものじゃないかなというふうに思っているというのがまあ現状としてあります。で、今あの我々がプロジェクトを通してあの話している、まあ先方の政府機関等々もそういったあの、えー、効率的な公共交通機関といった観点での検討も始まったりしていますので、今後マウスというのは、えー、まあ実際的に必然として起こっていくものだというふうに感じております。 2つ目の,の EV がエコかという観点ですと、まあ、その発生するそのエネルギーをどう使っていくかということに関して、私、われわれの方でちょっでコメントする立場にはちょっとないんですけれども、これもやっぱ実際にやってみた経験として感じることとしては、いかに電気自動車を使いたいと言っている場所に限って、意外にちょっと電気が良かったりする部分も実はありまして、われとして今、あの実際に今,今回のプレゼンテーションで入れてなかったんですけれども、今後、試みていきたいと思うところは、 今回、定期運行型ということで車をある程度たくさん所有して運行していくとなると駐車場が必要になってきましてその駐車場には必ず屋根が必要になってきますのでそういった屋根の上に例えば太陽光パネルを引いて自分たちである程度発電して定格の電気に頼るのは限定的にするとかそういった形でなるべくその自分たちで発電して蓄電して使うといったことを まあ循環してうまく一つのエコシステムを作っていくような形であの運用できれば十分にエコなものというふうに見えてくるんじゃないかなというふうに感じております。で、まあ、最後のその、えーまあ、電気自動車ああのあの自動運転に関するご質問がありましたけれども、えーまあ、これもあの、えーまあ、我々の,あのプロジェクトをやった感想という観点でのお答えになりますけれども、 えー、あの一番最後のビデオにありましたように自動運転がしたいというよりも自動運転がユーザーリベンにかなうんであればかつその、えー、自動運転的な要素を入れる,入れることによってオペレーターのコストが下がるとかそういった実利的なものがあればぜひ積極的に入れていくべきかなと思ってまして例えばあの一番最後のビデオにお見せしたような、えーまあ、ク車があの電車みたいにつながっていくようなものに関しましては あれが、まあ、あの例えばプラトゥーニング的な半自動運転的なもので、えー、すぐに実装できれば、えーまあ、オフピークに合わせてあの交通のオペレーターさんは、えー、ドライバーさん等々の、えー、リソースを配置して、まあ、ピーク時も対応できるといったことが実現できるようになりますしかつまあ先に進んで完全自動運転となればやっぱ人件費というのは交通のオペレーターの中ではなかなか コスト要因としては非常に高いと思いますのでよりもっとそのコストセンシティブな場所にも使っていただけるというふうに思ってましてえーまあユーザー利便とえコスト削減という観点でまあ十分そのえあのエコノミックスに乗るんであればあの自動運転的な技術についてもどんどん使っていきたいなというふうに考えています。Thank you. So, next, Miss Jenks, please. Um, being a fan, i'm obviously uh, a metalhead. so i think that being a metalhead is always good to quote a uh, particular metal band and their song called not a revolution but a revelation. and i think that that particular thing fits well when we're talking about ownership. with ownership, we really need to be thinking about that transport is only a means to an end it's not something sacred in itself but about 99% of the times we're moving we're transporting somewhere for a particular reason not just for the sake of it so i think that with the question of the ownership we really need to be looking at what are we trying to drive for pun intended um, it's, there's still plenty cars and vehicles to be made but indeed, all of us individually owning a vehicle is not efficient. It is actually making us inefficient. But it doesn't take anything away that if we move from ownership, individual ownership, we move into services. It doesn't actually take anything away, but it makes the whole transport system far more efficient, and there's more business to be made for everybody. And I think that the question of ownership it's also it's far larger than just, for example, vehicle ownership. A lot of the time, the question of who owns the customer comes up. And I think, yet again, here we're finding several of the traditional players in this, in this field, as well as newcomers, finding and competing and keeping everybody out because they want to the, uh, own the customer. Now we're taking a completely opposite point here, and I think this is taking uh, um, also relating to the question of big data, for example. So data has a massive role to play in this whole thing. Through data, we make everything more efficient, more intelligent, and we also we're able to provide very much personalized services. But who owns the data? We're not a company that will take that data and monetize. No, that data is owned by our customers. They are the guardians of their own data. We do use it with their consent to make better services for them. We also share that data. So, not ownership, but cooperation and competition with our partners and give that data back in order to yet again make the services, make the whole transport system far more efficient. And I think just quickly about the EVs. Um, I think that the question about EVs is a, is a wonderful example that what a wonderful, wonderful, but so annoyingly complex this transport world is. We can't do any of this by ourselves. Not a single player can find the solution for everything. So, just like in the EVs, obviously, the more we have transport services that use EV. Uh, vehicles, we will also push them and promote them to the users. But obviously, this is where the governments, this is where the energy sector, how we produce and what sort of energy we put into our grids will also play a part. And it's not an easy puzzle, but at the same time, I'm also a techno optimist, and I fully believe that we now have all the keys in our hands that we can make this whole shebang work. Thank you. Mass global's proposal is a kind of the new concept of connectivity and maybe revolution of logistics uh, all over the world. In this sense, really global revolution might be triggered by these very impressive activities. OK、NEXT、Mr. Suzuki, please. ありがとうございます。日本語で失礼いたしました。3点申し上げたいと思います。1点目はその m a によってですね、自動車の素材がどういうふうに変わるかということなんですけど、まず変わらないものは安全性についてはですね、 全てコントロールできていると思ってもコントロールできてない時に事故が起きるので同じレベルの安全性が求められますから素材の強度や自動車の強度っていうのは同じ強度が求められると思うんでここは変わらないと思いますただあの変わることということになると当然電気自動車化が進むので今の自動車からですねエンジンそしてパワートレインがなくなってモーターが増えて電池が増えるというような構造になります。 で従いまして、えー、でんそのエンジン周りの重いものがなくなりますので大体鉄はですね2割ぐらい重量的には減ることになりますけども電池が乗っかりますんでより重くなる可能性もあります。したがってより効率的なあ自動車の運行エネルギーのロスを防ぐということになると引き続き、えー、現在の自動車と同じようにですね、えー、軽い そして強い素材が求められるととといいうことだと思いますそれで2点目なんですけど、じゃあ、そのどういう素材に変わっていくかということだと思います。今申し上げたように、より強くて軽い素材が求められるということですけれども、実はもう私どもの会社ではですね、鉄によってアルミよりも軽い同じ構造材料を作ることに成功しておりますので、今、自動車各社にご提案をしています。 したがってアルミが軽いと思っているのはもう昔の常識で現在の常識ではなくなっていますので引き続き鉄がですね自動車の構造材の中核になっていくのではないかと思っています。それからあとカーボンファイバーは当然非常に CO2 出しますし かつリサイクルができないという根本的な問題もあるのでですね将来的な自動車の素材としては使われないといいますか環境問題からすると非常に使うのは難しいということだと思いますアルミはさっきプレゼンで申し上げました通り100%リサイクル同じ能力のある同じ品質のアルミへのリサイクルというのは極めて難しいそれから実はアルミのもう一つの問題はですね 集めるのが難しいんですね鉄はですね磁石でくっついて集められるんですけどアルミはなかなか磁石でくっつかないんでですねアルミを選んで集めるのは非常に難しいしたがいましてやはり鉄がですね非常に簡単に集められてリサイクルができるということではですねしかもさっき申し上げたようにアルミよりも軽くて強くなるということからすると引き続き鉄が使われるということだと思います最後にプラスチックの部分があると思うんですけどこれはまあ今プラスチックの問題があってですねどういうふうに変わっていくかという問題は分かりませんが まあ石油を使わないプラスチック例えばセルロースナノファイバーを使ったような、えー、プラスチックとかそういったものに変わっていく可能性がありますけれども、えー、そういった問題があると思いますが引き続き、えー、やはり、えー、鉄を主体とする自動車のシステムというのは変わらないので,ではないかと思っています。で最後に3点目ですけれども、まあ、これからそのエネルギーがですね、えー、リニューアブルエネルギーに変わってですね え CO の出さない電源に変わっていきますのでそして自動車も電気化していくということですから結局その使用時つまり走行時のですね環境性能の重要性っていうのは下がっていくわけですね。まあ従いまして自動車を作る際の素材そして素材のリサイクル性の方が極めて重要な環境性能として重要になってくると思いますので、まあ、これからのキーワードはですね、えー、自動車の素材に関しては

And the tests That means I told the EV does not mean eco-friendly, but EV can be eco-friendly. The fatal technological breakthrough is the. How to renewable energy could be baseload without any backup for daily uses, etc. The key is storage. How to store the renewable energy as uh, electricity? That Kind of storage revolution, storage technology revolution, especially related with the solid type battery or that kind of the revolution, might change the solar, wind, and the other hydro. All renewable energy might be stored, used for cars or car might be storage station to store renewable energy in this sense that kind of the technological revolution of battery what is happening and based on the material industry はいまずあのトヨタからあのバッテリー技術の,あの現状から進化、将来について少しお話をしたいと思います。 あの私のプレゼンにもありましたように、えー、バッテリーの技術お客様の求められるレベルというのはおそらく今のバッテリー技術のエアというと例えば一桁違う10倍性能を上げるあるいはコストを10分の1にする、まあ、そんなレベルになって初めて今の車と同等の機能と価値という形になると私は思っていますと。と その10%、20%とか半分とかそういうレベルではまだまだ足りないこれは極めて、まあ、パッと聞くと技術だけでそれが、ま、き補えるのかというレベルだと思いますで我々は技術に関しましては、えー、液系のリチウム電池のさらなる進化これでやはりそのエネルギー密度を倍にするさらに倍にするという,ようなことはもちろんチャレンジしてまいります。そそしてその先にある 全固体電池につきましてもいち早く着手をしておりまして2020年代の早い時期にですね少なくとも車にして皆様にはお見せするということをすでにコミットさせていただいてますがあの将来の可能性としてこの2つリチウム液系電池のさらなる進化と全固体電池これを両方ですね あの両軸のようにですねあの技術開発をしているというのが現状でございますただ最初に申しましたようにその技術だけで1桁違うレベルまでいけるのかということについては極めて険しい道でございますそこで登場するのがですね例えば今日のテーマであります資源循環によって電池そのものの価値をさらに高める あるいはしゃぶり尽くすということをすることでそれをお客様の価値に還元するということをして初めて今のギャップを少しでも埋めるということが可能になると思いますそういった考え方に基づきますと今日のテーマの中でシェアリングとか所有しないという社会システムとして車をうまく運用していくということを実現したならばおそらく資源循環にとってはやりやすい方向だと思いますつまり個人が に渡したものがど,どこにその資源が行くかということではなくて社会システムとしてその循環を自らコントロールしながら使っていくということがよりやりやすくなるということも含めて、えー、今日のさまざまなテーマのお話がありましたがそういったものを組み合わせながらですね電池の技術と電池の利用価値というものを高めながらその進化させていくということが あ電池にとっては必要。それができて初めて、将来の電動化社会というのは少し道が開けていくんではないかと。いうふうに思っております。以上です。鈴木さん、どつか。あのう、でん、でん、私どもも、あの素材、社内でですね。あの一部。化学品作ってたり、素材、その、そういった素材も作ってますので。電池がより、その、容量が大きくなってですね。 役に立つような形での素材の提供というのを共同自動車会社様と共同開発をするということはやっていきたいと思っています。まあ、あとはそのリニューアブルエナジーへの貢献というのはなかなか難しいんですけれどもさまざ、あ、まなところで風力ですとか太陽光発電ですとかそういったものを構造体を作るときにですね やっぱりあの鉄を使ってたことによって、今実は太陽光発電のパネルのリサイクルってできなくて非常に深刻な問題が起こってるんですけども、そういった構造体のところについてはリサイクルができるような素材をご提供していきたいと思いますし、今後、リニューアブルエネルギーをしっかりやっていく上でも、このサーキュラーエコノミーの課題というのは一緒に考えていかないといけないと思っています。Thank you very much. Very insightful the discussion. Now I'd like to wrap up. Our session. first, mobility as a service will definitely change our landscape, both lifestyle and industrial sector. from my perspective, regulatory sandbox or some deregulation policies should be addressed in both developed and developing countries in terms of the asean region as the developing countries, the leapfrog of the technology, regulation, and lifestyle is surely achievable if the policymakers responsibly deal with the changing society. second, a lot of challenges toward big electrification are needed for bus car companies and material companies. The EV transformation is not only the issue of battery, but also the total change of manufacturing and the society as a whole. I would like to briefly introduce another problem of electrification, a widely speaking, coming digital economy. Of course, electricity price is much cheaper than gasoline price, but the digital economy will surely push the demand of electricity. The people who has never used electricity must use a smartphone to caching or to spend the daily life. Asian region will continue to grow that demand dramatically. Therefore, how to make the electricity should be Another big problem in line with the circular economy. Again, please give a big proud to our excellent presentation. Yeah. Thank you very much. And as the, the, I'd like to thank all panelists here. Our, our session is ended. Thank you very much. Yeah.